違う、デュオをもう一種類お送りしたいと思いますけれども、今度は、梅津和時さん、梅津さんの新しいグループは何て言うんでしたっけ？リーバ？いいね、うん、男一人であと美女ばっかりっていう、グループを やってましてとっても羨ましいなと思いますけれども、梅津さんどうしてドクターっていうの？いや、バンドを前に作っていまして、ドクトル梅津バンドっていうのがあったんですけども、後に DUB となって今年解散しましたが、それを作るときに、まあ、普通の梅津カルテットではつまらないから、名前を付けようということになりまして、じゃあ梅津から取ってじゃあ梅毒バンドにしてしまうというじゃあそれはまあ、バンドマンだから逆に読んで毒梅バンドにしようということで、その毒というのを何かの略にした方がいいんではないかということで、ドクトルという名前がついてしまって何かのドクターになっちゃったみたいですか。やっぱりあれですよね、外国で、ヨーロッパなんか特にドクターっていうのは絶大な信用がある。そうです ね、そういう時しょうがないから指圧とかしてあげて実はこっちが専門ですとか実は専門で、ね、本当はデュエットなんですけども、ちょっと、ズルをしましてですね、ここに、シークエンサーと、シンセサイザーが1台持ってきてありました。曲は船歌というんですけれども、軍楽隊の行進曲だって言って、持ってきた曲があってすごく面白いんですけど、7拍子なんですよね。で、7拍子で、昔のトルコの軍隊は行進してたのかな、そんなの、ねえ、剣のついた鉄砲なんか担いで持ったら足が絡んで前の人刺しちゃったりしないのかなという、非常に不思議な曲なんですけど、船歌というのを、お送りします。
どうもありがとうございました。梅津和人。